小田原に移住して通勤通学したい方ぜひとも見てもらいたい場所が一箇所あるんですよ宅建師相原と申しますこのコーナーは小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説するコーナーです今回は小田原に移住通勤通学を考えている方にぜひ見てもらいたい場所について解説します 小田原というこのエリア、このコロナの移住という部分を含めて、これは動画が1本、2本と挙げております、ぜひこれも併せて見ていただいて、小田原の状況を確認していただければと思うんですが、やはり東京都内から移住、でも静岡までは行きたくない、交通アクセスいい場所、そして不動産の購入価格なんかのバランスを考えてということで、やはり小田原を選ばれる方が多い。 本当は藤沢大船町田大和とかに住みたいけど予算が合わなくて小田原までっていう方もやっぱり正直いらっしゃる状況というのはいまだ令和4年の春を迎えても続いていると言わざるを得ませんまあその時影響で小田の不動産自体はやはり中古の戸建てそして新築戸建ても含めて順調な動きを見せていることは事実ですもちろんマンションもそうですねで。そうすると当然小田原から横浜、都内 という形で通勤通学をされるという方が結構いらっしゃると思うんですねそういう形で小田原を選ばれる方も結構いらっしゃるそういう方にですね是非見てもらいたい場所というのがあるんですね移住をする前にということですねでそれは何かというと先にお答えを申し上げますと当件通勤通学ということになれば当然電車を使っていくということになるんですねその 通勤通学皆様が実際に使われる電車の時間帯の駅を見てもらいたいんですよ駅をで当然ターミナル駅となるのは小田原駅です横浜方面東京方面は当然新宿方面だったりライナーを使うんであればその新宿湘,、えー、湘南新宿ライナーなんか使ってこういう形で池袋上野東京方面なんかも通勤されるという形になると思うんですねで実際の朝の時間帯 小田原辺りだから田舎だからゆっくり座れて行けるだろうもちろんそういう電車もあるんですよ。だけど 例えば、ですねもう今はなくなった電車車両なんですが湘南新宿ライナーという電車がありましたこれはいわゆる普通電車 JR 線東京から新宿方面東京方面上野方面に対して、まあ、小田原の駅に乗ってしまえばそのままその駅まで降りずに行けるという通勤電車朝6時台ぐらいが出ている電車です。 昔はです、ね、普通電車の料金で座席指定券が300円だったかなそのぐらい払うとです、ね、ゆったりこうやって座れて通勤できるというような電車でした大人気でした何が起こったかというとその300円の座席指定のチケットを取るためにずわーっと朝から行列できちゃうんですね下手をすると行列に負けちゃうとです、ね、乗れないっていうケースがあったわけです 小田原あたりから通勤して都内に行く人間なんかそんないないだろうとんでもない話です朝の新幹線小田原から当然その後新横浜品川東京と行くわけですがこちらもですね皆さん座席に座っていて立って品川まで新幹線に乗っていくというケースが非常に多いわけです その距離感があったとしてもです、ね、ゆったり「えー、座れる」という形のケースっていうのは実は少ないという形むしろ神津東海道線でいうと小田原鴨宮神津東京寄りに寄った2つ駅のこの神津という駅はその後ろ側に車庫があるので神津始発という電車の東京方面新宿方面の電車があったむしろ神津発の方がゆっくり座っていけるから神津の家を買って た下曽我の駅を買って建物を買って高津の駅まで車で移動してそれで通勤している人もいるという話も聞くぐらいだからそういう知恵があって選ばれてるケースというのもあるぐらい朝の通勤でその座席が座れる座れない問題って実は大きいんですね。 実際でもまあ小田原辺りなら時刻表とかねヤフーとかで調べて、まあ、こんな感じで通勤1時間半ぐらいか十分だななんて思ってるんですけど実際その時間のホームに立っていてほしいんですよそうするとあこんなに混んでるんだってことで驚かれる方が結構多いいと思いますそして当然行ったらですね帰ってくるという子たちにでぜひ見てもらいたいのは 大体夜6時から夕方ですね夜というわけじゃないですね夕方6時から夜7時ぐらいの間の新幹線の改札なんですで皆さん小田原で家を買い求めるとなったら当然小田原駅から徒歩圏内で家買うと皆さん思われると思います別の動画も上げております小田原の駅の街中というのはほとんど物件がない非常に高いんですね やっぱりその部分に関して皆さん買えない方はどうするかというと小田原駅というのはその駅を中心に小田急線、大雄山線、箱根登山線この3本の電車が走っていますそこから乗り換えて小田原の中心街が少し離れたところに家を買うという方が結構多いんですね要するに小田の町だからないですからそうすると新幹線、児玉川止まってきます降りてきます。 その人たちが新幹線の改札を降りたらです、ね、ものすごい勢いで降りてきて皆さん、それが JR 線、まあ、当然、JR 線の東海道線の神津、神津宮、鴨宮そして手前の早川とか根府川を住まれる方もいらっしゃるそういう形に乗り換えするためにぶわ、ね、っと人が降りてそっちのほ他の電車の方に人が歩んでいく姿が見えていきます。 だから観光だからちんたらじゃないですよ早く家帰りたいもんだからうわーっと人が雲の子を散らすようにですね新幹線の改札口から各ホームの方に走っていく姿が見えていくということになるわけです。 当然これは通学ではなくて通勤ですけど通学も同様なんですね時間帯を早めて5時とか6時ぐらいの時間帯になってくると当然高校生中学生の姿もう少し早い時間になると今度は小学生なんかの姿もですね駅のホームから降りて各ホームの方に走っていくという姿というものは見えていくわけですね。 要は小田原というのは電車を基準町田とかです、ね、都会の藤沢なんかも、まあ、あと平塚なんか特にそうですね。そういうい駅の場合は 駅を降りりててみみんんななバスの手の方にみんな走っいいくという空気があります平塚なんかの場合は20万人都市なんですけど JR 線の駅平塚駅しかないというですね得意な体質があるんで基本的に交通網は平塚なんかの場合だとバスになりますそうすると駅から降りてみんなバス停の方にブワーッと走っていくという姿があります小田原はそれがそのまま他の電車に対して動いていくという形ですね 小田原移住なんて考えてる人そんなにいないだろうと思ってる人が結構多いです。とんでもない話です。あの姿を見ると結構いるんだなということを再認識します。だからこれから小田原移住ということを考えている人はぜひあれを見てほしいんですよ。 幕などもなもい小田原駅前にみんなこれだけ乗り換えとして行っちゃう、まあ、だからもう乗り換えだからマクドナルド買ってる暇もないからみんなバーッと行っちゃうだからマクドナルド潰れちゃうって形も実際あるんですけどねそういう街なんですね小田原っていうのは実際その物件の良さだけじゃなくて生活の部分で見ていたらその通勤通学の電車の乗り換えっていうのは大きいファクターだと思いますんでぜひですね住宅のだけでなくて実際そういうところもフォーカスして 物件選び、街選びというところを見ていただければなと思います。当然ですね、通学の場合はですね、制服を見ると、ああ、 あれは日大藤田の制服だな、とかね。あ,あ、あ日大三島の制服だな、とか。やっぱりそういう、まあ、日大予報をあげましたけど、そういう形、あとは当然。この辺ですと。立花学園さんだったり。平塚学園、平塚学園さんなんかもっと近隣、やっぱり私立の学校がある。当然、そうやって電車を使って通勤通学されている方。中には横浜の小中高校のですね。制服をも見受けられます。それだけの交通アクセスが実際あるんで、いろんな学校の人が小田原を使って通勤通学しているってことが逆に分からない。か あると思いますのでその辺も一つ頭に入れていただければと思いますというわけでこの不動産噛み砕き解説シリーズは不動産のこと小田原のことを噛み砕いて解説しますぜひチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いします拓見氏愛原ゆうつけでした